ビかっこいい。とにかく暑い。もう本当夏ですな。でさっきねジュラシックパークのやつ乗ったんだけど、あれはねなんかリフトがただね水の上流れるだけかと思ったらウィーンって上がってそこから一気にバシャって落ちたからね。まあおかげでびちょびちょですけど。でディスカバリーのレストランちょこっとね寄っていきます。大阪と似てるね。どこだ、ここで待ち合わせしてるんだけど、ローストチキンライスからのロブスターヌードル。Seated in the green splashstone seats, you may also get wet. Please make sure you are seated in the section based on your preference. For your safety and the safety of our performers, we ask your cooperation in remaining seated during the entire performance, keeping all aisleways clear. And finally, please refrain from smoking in our amphitheater. Thank you and enjoy the show. 各位先生女士们，欢迎来到水世界特效表演，请注意。此表演音效叫
げえ可愛いんだけどな。ビームホーテープなんだかんだね、これめっちゃくちゃ面白かったんだけど、だから、ね、ジェットコースター系も兼ねてんだけど、なんか登りながら加速するっていうの初めてだったよね。めっちゃ面白かった。この後ろがこのヒューマンってやつと、あのギャラクティカ PX ってやつ、まあ、両方乗ったんだけど、上昇するときに加速するのね。めっちゃくちゃ怖かったわ。なんかこういうのってだんだんね、こうやって上がるときにゆっくりね、カタカタ上がっていくんだけど、上昇するときにすでに加速っていう、あっちのね、あのマミーもそうだったんだけど、上昇加速はなかなか怖いもんがある。閉まるのが早いみたいですね。もう今何時だっけ、6時11分でもう閉まってる感じです。さあ出口出てきたんだけど、今度はでもね、夜の部があるみたいで、今すごい並んでます。なんか仮装パーティーでもあるのかね。みんななんかね、ハロウィンの仮装してます。店員さんも、店員さんっていうかスタッフさん。セントーサプラザの地下で、あそこはカジノ。結構でこれ歩き回るの大変そう。めちゃくちゃでかいんだけど、こんなでかいとは思わなかった。でかいな。まあ、韓国であったね、あの斜め矢印版の DDR っぽいやつがなんかすごい並んでる。Capek gak ini?